アイテム番号。SCP-512JP。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-512JP は、保管サイト、8123の標準収容ロッカー中に施錠保管されます。SCP-512JP をハードウェア機器に接続、およびプレイする実験を行うときは、クリアランスレベル3以上の職員2人の許可、および同伴が必要です。SCP-512JP の物体出現現象によって出現した物体は、同サイトの標準収容ロッカーへ施錠保管の上、保存されています。こちらの参照には、クリアランスレベル3以上の職員の許可が必要です。説明。SCP-512JP は任天堂の家庭用据え置き型ゲーム機、ファミリーコンピュータ、HVC-1 の規格に対応するロムカセットです。SCP-512JP の外見は、編集済み、社から発売されたロールプレイングゲーム、編集済み、と全く同一のものです。しかし、SCP-512JP は通常のゲーム、編集済み、とは異なり、セーブ機能が存在しません。また、キャラクター、主人公、のスプライト1について、通常のものから異なる姿、服装や髪型の変化したスプライトへと変更されています。SCP-512JP は、これがハードウェア機器に接続されてゲームとして起動されるたびに、ゲーム中に登場する様々なオブジェクト2が通常のロムカセットのものから変更された状態でゲームが開始します。SCP-512JP 自体に記録されているロムデータは、その度未知の手段によって実際に改変されていきます。これについて、一度発生した改変は次回の起動時にも引き継がれています。また、セーブ機能が存在しないことと、キャラクター、主人公、のスプライトについて本来設定されている通常のものから異なるただ一種のスプライトへ変更されていることは、最初期の起動思考から発生している改変現象です。また SCP-512JP は、ゲーム内に登場するオブジェクトと形状が相似した実体をプレイヤー周辺へ出現させます。この実体は未知の組成のものも含まれます。この実体の発生は、財団の確認したところでは、ゲーム中でプレイヤーの操作するパーティが、全滅、し、ゲームオーバー、となった際に発生しています。なお、その形状や振る舞いから想像されるその物体におけるごく一般的な処置方法によって、対象の物体は終了させることが可能であることが分かっています。SCP-512JP の改変現象が終末期を迎えると、それから数度の起動のうちに、リブート、現象が発生します。リブート、現象が発生した際、起動直後のゲームタイトル画面にはタイトルロゴとあらゆる文字列は表示されず、代わりに、リブート、とのみ表示されます。リブート、現象の後、あらゆる改変事象はリセットされ、最初期の SCP-512JP へとロムデータが修正されます。その後数秒して、SCP-512JP の起動したハード機器の電源は自動的に切断されます。リブート、現象が発生しようと、セーブ機能と、主人公、のスプライトについては以前通常のものと異なるままであり、また、現実世界に発生した未知の物体が消失することはありません。SCP-512JP の異常現象の発現結果はこれの起動の度にわずかずつ変動しています。以下は、起動指向とその特筆に値する現象のログについての記述です。起動指向、特筆に値する現象ログ。A、リブート、現象の発生。起動後およそ5秒で電源がおのずと切れた。B、正常にゲームが起動し、タイトル画面もゲーム、編集済み、と同一のものである。セーブ機能が存在しないことと、キャラクター、主人公、のスプライトが異なることを除き、正常にプレイが進行する。ゲームは19時間でクリアされた。エンディング終了後、電源を落とすまでエンディング収束画面が継続していた。C 思考 B 同様、ほとんど通常通りにゲームが進行した。ゲームは19時間でクリアされた。D これまでと同様のいくつかのデータ異常は見られているものの、おおよそ通常通りにゲームが進行する。しかし、会話イベントの発生するとき、人物のセリフの読み込みにたびたび1、2秒の遅延が生じている。ゲームは21時間でクリアされた。E シナリオ中盤において、戦闘イベントでパーティが、全滅、ゲームオーバー、する。直後、実験室内に、未知の種の種子2つ、未知の種の果物3つ、複雑な装飾の施された未知の金属による探検、基地のいずれのものとも一致しない組成の布によるローブが出現した。出現した物体は調査の後に保存された。
ゲームオーバー画面が表示された後、短い BGM ジングルが終了するとハードウェア機器の電源がおのずと切れた。F イベント、勇者任命、において、キャラクター、王様、が、前任の勇者、について言及する。なお、王様、の発言より、この、前任の勇者、とこれまでの思考の、主人公、は無関係であるとわかっている。主人公、の勇者任命後、キャラクター、主人公の母、の会話セリフの読み込み遅延が顕著になる。ゲームはおよそ26時間でクリアされた。G 戦闘イベントに関して、設定されているモンスターの能力値が平均1上昇する。イベント、勇者任命、での、王様、の、前任の勇者、への言及がさらに延伸している。会話イベントの発生する時のセリフの読み込み遅延の平均が10秒を超える。特に、主人公の母、において数十秒単位での遅延が読み込みの度に発生する。ゲームは30時間強でクリアされた。H ゲームシナリオに改変が生じる。魔王軍の幹部であるボスが一種増加し、新たなダンジョンが世界マップの北北西に出現する。また、思考 G に観察された敵モンスターの能力値上昇が思考 H においても観察される。次回の思考以降においてもこの上昇は継続している。ゲームは39時間でクリアされた。アイマップ、魔王城、内の戦闘イベントで、ゲームオーバー、する。直後、未知の金属と銀を材料とした十字架を模した装飾の施されている長剣と、体長 2.23 メートルの未知の人型生物の死体が出現。長剣は蘇生調査、未知の生物は解剖調査の後、保存された。ゲームオーバー画面の表示中、ジングル BGM は再生されなかった。J、主人公の母、のセリフ中に主人公のニックネームが出現しなくなる。代わりに、息子、という呼称が使われるようになる。また、主人公の母、がマップ、主人公の家、内において常に、主人公、の方向を迎えている。ゲームは45時間でクリアされた。K ゲームシナリオの改変が進行している。魔王軍、の進行が、王国、に2度達し、シナリオ前半に、王様、と、王女、が死亡するイベント、陥落、が新たに発生する。人々の会話時のセリフが不穏なものとなっている。ゲームは49時間でクリアされた。L ゲームシナリオの改変がより進行している。イベント、勇者任命、中、画面下方に、主人公の母、が出現し、髪型の、主人公、の方向を向いている。シナリオ中盤、魔王軍、のさらなる、王国、への進行への最中、主人公のスタート地点である村が消失するイベント、別離、が新たに発生する。ゲームは55時間でクリアされた。M ゲームシナリオの改変がさらに進行。イベント、陥落、の様相が悪化し、王国、内部は荒れ果てているが、境界、の建物のみが街の中では無傷である。プレイヤーはマップ、境界、へ入ることが不可能になっている。ゲームは61時間でクリアされた。エンディングの音楽が消失していた。N 通常パーティの仲間にできるキャラクターの全てがシナリオ上から消失する。プレイヤーはソロプレイ3を強いられることとなる。また、主人公、がシナリオの初めに、王城、へ向かうイベントの際、主人公の母、が、主人公、の背についてくるようにして移動し、主人公の母、は道中で別れて、境界、へと入る。プレイヤーはその後追う操作はできなかった。ゲームは102時間でクリアされた。エンディングそのものが消失。おう、主人公、のスプライトの頭部が黒塗りになる。主人公の母、のあらゆるセリフが消失する。主人公の母、が、主人公、の方向を向くことがなくなる。シナリオ中においてあらゆる、魔王軍、の進行が無等性と感じさせる振る舞いになる。シナリオ最終において、キャラクター、魔王、がジンク混乱しており、主人公、に対し、そなたは、勇者じゃ、ない。わしは、一体、誰だ、と発言する。その後、魔王、はプレイヤー側と戦闘を行うことなくマップの外へと移動し、画面外に到達すると消失した。思考王においてゲームクリアはおそらく不能と推測される。P、主人公、のスプライトが透明になり、会話や戦闘を行うことが不能となる。主人公の母、が、境界、へと入った72秒のち、ゲームが自動で再起動し、思考旧栄光。旧タイトル画面の読み込み最中にゲームがフリーズする。いかなる変化や挙動をそれ以上示さなくなった。フリーズが観測されたのは今回が初めてである。R 一切のシナリオが消失する。ゲーム内の人々の行動やマップの様子から世相が平穏であることが想像される。
主人公のスプライトは透明のままである。主人公の家に、主人公の母が存在しない。主人公の家のグラフィック、机に重なりグラフィック、手紙が存在する。手紙には内容が設定してあり、プレイヤーは手紙の内容を読む操作が可能であった。手紙を調べる操作をし、文章を表示すると、ゲームはそれ以上一切の変化や挙動を示さなくなった。思考球について、ロムデータの解析の結果、ゲームプログラム部分からわずかな空白領域にかけての大部分のデータが抹消されていました。これが思考球のフリーズの原因となったと思われます。また、思考 R の手紙について、この内容は分割され、ロムデータ内のわずかな空白領域と数十バイト上っていた領域へ余すことなく上書きした状態で記録されていました。以下に、思考 R に出現した手紙の内容を転記します。愛しい、息子よ、微笑みを、讃えてください。そうして、どこまでも、羽ばたいて行きなさい。あなたが、生まれた、その日から、私は、ずっと、見ていました。あなたが、歩き出した、その日を、私は、決して、忘れない。私は、決して、忘れない。神様は、長い手紙は、許してくださいませんでした。思考 R の後の思考 S において、思考 A で発生した、リブート、現象が再度発生し、すべての改変はリセットされました。現在、思考 S 以降の起動思考の実施は予定されていません。SCP-512JP は、199、に、県在住の、編集済み、氏が同氏の自宅の居間で西洋式の狂犬に貫かれ死亡している馬が近所の住民より警察へ通報され、これを傍受した財団エージェントが警察官を偽装し調査に向かい、その際に現場に存在していたとオブジェクトの異常性が推知され、回収に至りました。関係者にはカバーストーリー、深夜の強盗殺人が適用されました。エージェントが現場に到着した際、SCP-512JP は起動中でありエンディング収束画面を維持していました。事案当時、編集済み、氏は思考愛で出現した、十字架を模した装飾の施されている狂犬、が同氏の肝臓を貫通した状態で床に留められており、その死因はこれによる失血死であると推定されています。編集済み、氏のテレビ側前方には未知の死湯の微生物を含んだ土が残されていました。これらの物体はいずれも SCP-512JP の物体出現現象によるものであると考えられていますが、出現した狂犬が同氏に死傷を与える形で出現した理由は判明していません。また、今の窓は当時の季節が冬であるにもかかわらず完全に開け放たれていました。この事象は SCP-512JP による異常現象では説明がつかず、編集済み、氏が窓を開いたいかなる痕跡も未だ発見されていないことから、これに関するさらなる調査が求められます。SCP-512JP の回収元となった、編集済み、氏は、ビデオレンタルや中古ゲームなどを取り扱う店舗、編集済み、にて SCP-512JP を中古ゲームとして購入していました。店舗側の販売記録には SCP-512JP の販売ログは存在していましたが、SCP-512JP の買取の記録は存在しませんでした。同店舗に SCP-512JP がいつから、どのような経緯で存在していたのかは未だ不明です。